伊藤武は、日本の声楽家教育者。広島県広島市出身。1930年東京音楽学校卒。研究家に残りヘルマン・ブーハーペニッヒ、ネトケレーベニシジ。1935年デビューリサイタル。戦前から歌曲とオペラに活躍。1937年日中戦争に召集され、従軍、上海の戦闘で右手を失うが、 帰国後は母校の助教授として後進の育成に尽力した。またコロンビアレコード専属となり、ドイツ歌曲の吹き込みを行う。1940年、山田工作に壊れオペラ、夜明けで初舞台。しかし助教授がオペラに出るのは学校も文部省も当時許さず、学校は退職した。真剣にオペラに取り組み、新教演奏会でフィデリオ、カルメン、 フィガロの結婚などの主役を張り、その歌唱で注目された。戦後は藤原歌劇団のオペラ、リゴレットや竹地鉄次演出の修善寺物語などに出演。また、翻訳歌詞の質の向上にも努め、シューベルトの冬の旅、魔王、サスライビとモーツァルトの魔敵など、歌曲やオペラの日本語役に優れた作品を残した。 詩人の大きい厚男と共作した誰かが誰かとは外国の歌はもっと言語に忠実に訳すべきという考え方から国民的消化の一つ故郷の空をロバート・バーンズの原始春夏の形に戻したもので1970年一世を風靡した中西霊作詞ザドリフターズ家の誰かさんと誰かさんはこれをさらに発展させたものである 1948年には、斉藤秀夫、井口元成、吉田秀和らと、子供のための音楽教室発足に加わり、この後、江戸英雄や吉田、柴田奈美らと、東方学園を訪れ、音楽家の平地を懇願するなどで、東方学園大学創立にも尽力した。また、同大学の声楽歌手人教授として、多くの更進を育てながら、1966年には、 ルクリシアの領直など、オペラの演出も手掛けた。1959年には実写版の鉄腕アトムの主題歌を歌唱している。また、東京大学音楽部の指導等も行った。演奏と教育の両面において、日本の声楽界発展の基礎を築いた一人である。1976年、訓四等曲実小受賞受賞。妻、伊藤花子もソプラノ歌手。 ありがとうございます。